こんばんはおはばおございます本日はですね、えー、セブン銀行の方を紹介していきたいと思います。まあ、紹介と言いつつですね、セブン銀行ですね。 あの株価が今非常に下げてきておりまして、まあ、2015年の660円をですねトップに今ずっと下落基調になっておりまして現状237円ぐらいまで下がってきてますと一方ですねセブン銀行の配当金は全く下がっておらず、まあ、ずっとここ最近11円というところを継続して出しておりまして、まあ、利回りがなんと4.7%という形で非常に高配当でかつですね株価が236円で、まあ、非常に手ごろな価格っていう形になっておりますので結構気にされている、えー、個人投資家の皆様多いのかなと思って今回紹介してきて いたいいとと思いますとで具体的に今回話したいところとしましては、まあ、配当金いつまで大丈夫なのっていうところを話していきたいと思いますのでまあ、そこをメインにですね話していきたいと思いますあとですねセブン銀行実はですね銀行業の中でも非常に自己資本比率財務の健全性が優れている銘柄になっておりましてまあ、ここの話もですねお話ちょっとだけしていこうかなと思いますので、まあ、気になる方いらっしゃいましたら是非最後までご覧ください はい、まずセブン銀行なんですけれども、主な、えーまあ、ビジネスモデルのご説明、簡単にさせていただきます。まあ、あのご存知の方も多いとは思うんですけれども、まあ、全国になんと 2, 2万5000台以上ある ATM のプラットフォームというところをです、ね、あの有していまして、具体的なです、ね、手数料ビジネスにあ具体的なです、ね、ビジネスモデルの方はえっは、と、銀行からの ATM の手数料というところであの収益というところを成り立たせていますと。 顧客からですね、銀行のお預かり入れだとか、まあ、現金の出金というところを行いまして、まあ、そこにですね、裏で銀行口座からセブン銀行への振り替えを行って、まあ、セブン銀行の ATM からお金を出すみたいな形で出金とかもされる方多いと思うんですけども、その出金したときに ATM の受け入れ手数料等が発生しまして、まあ、それを収益,源で収益源にですね、まあ、セブン銀行というところは成長を続けている会社さんになってますと。 はいまあ、契約の銀行数というところも非常に多岐にわたりまして、まあ、全国なんと2万5000台というところで、まあ、47都道府県すべ、えー、てにです、ね、ATM というところを設置しておりまして、まあ、日本の中でも、ですねこんだけ ATM たくさんあの全国に展開しているというところは、まあ、セブン銀行だけじゃないかなと思っていますとで。このセブン銀行なんですけども はいまあ、株価も236円で非常に手頃な価格で、PR は14.1倍、これ過去と同じぐらいの水準ですね。ROE の方が11.1%で、財務の健全性を表す自己資本比率、こちらが19.5%と、非常にですね、あの良い。 商品になってますと銀行はですね、大体4%以上あればですねあの、良いとされてるんですけども、自己資本比率の方は。まあ、セブン銀行はそれを上回る約,、えー、約5倍ぐらいありますね、19.5%という形で、まあ、非常にですね財務の健全性は高いです。まあ、実際に他の銀行さん、どのぐらい、えー、財務、自己資本比率どのぐらいの程度なのというところはですね、あのー、これ今、全国の上場している銀行業の一覧を出しているんですけども、 えーっとですね、どこを見ればいいのかというと、自己処本比率はちょっとこの一番右を見ればいいのかな。はい。まあ自己処本比率、まあ、えっと、どの銀行さんも4.4%、5.6%という形で10%切ってるんですね、どの銀行も。まあ、しかしながら1個だけ19.5っていう数字があると思うんですけども、これがですね、あの、セブン銀行っていう形で、あの、まあ、みずほ、 三菱、三井等も含めてですね、まあ、セブン銀行の自己資本比率は銀行業の中ではトップクラスになってます。まあ、非常に安定しているっていうところが、まあ、財務の方が安定しているっていうところですね。じゃあ、収益性っていうところはどうなのって話なんですけども、収益性も ROE11.1% ですね。これ、稼ぐ力を表す仕様ですけども、まあ、ROE もそこそこありますよと。はい。で、まあ、経常利益率っていうところもですね、大体11%、あ25%ぐらいかな。25%ぐらいございますし、 あと、過去の売上高推移ってところもですね、実は右肩上がりで成長してます。はい。あの、減収になったのは、実際にこ、あの、実績ベースで今期だけなんですね、実は。はい。今期だけパンデミック期っていうところで、まあ、外出の自粛とかもございましたので、やっぱり ATM って、あの、 その ATM の場所までいい行ったりしなくちゃいけないので、まあ、ちょっと外出自粛だったりとか、コロナ禍によるあのオンライン決済の、まあ、さらなる加速ですかね、ここら辺の方が要因としまして、えっと、初めてまあ減収になったとっいうところがまあ今期になりますと。はい、ただ、売上収益のところは右肩上がりですね。えっと、BPS の方もですね、これ黄色い棒グラフですけども、純資産。 1>, ですね、1株あたりの純資産を表す BPS ですけども、全国に ATM というところをどん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 展開しておりますので、まあ、ATM の設置台数とかにもあの比例してからですね、BPS の方も見方がい成長しています。一方ですね、EPS、1株あたりの純利益の方はそんなに成長してない、まあ、なんなら横ばいくらいというところで、えーまあ、最近はずっと20円から22円ぐらいというところを推移している状況です。 で、この2019年3月期だけで,ですね、大きく EPS が下がってるんですけども、これ何があったかと言いますと、あのセブン銀行の方がですね、海外の,あの会社ってところを、子会社ってところを買収しまして、それによって減損を出しました。まあ、思ったよりちょっと、あのー、利益を出してくれなかったところで減損を出したので、これの時だけ EPS が11円という形になっておりまして、まあ、それ以外基本22円ぐらいという形になってます。 はい、で今期の決算の方なんですけども、冒、ま、頭、あ、でお話した通り、減収減益というところで、パンデミック期に伴う減収減益というところは、周囲になってまして、まあ、経常利益率が25%という形になってますと、あと資産の方はですは、ね、文句なしです、はいまあ、総資産の方が約1000億円ぐらい、昨年と比べると増えておりまして、まあ、理由といたしました、ATM の設置の 件数とかが増えたとてところもあるんですけども、一番大きな預金残高ですね。まあ、これがですねあの増えているよというところで、預金残高が約1000億円ぐらい増えてますので、まあ、それに伴いまして、総資産も1000億円ぐらい増えてますって形になってます。 またキャッシュフローの方もですね、まあ、非常にあの良いキャッシュの流れになっておりまして、まあ、営業活動にキャッシュフローというところが大きくプラスになっています。まあ、これもですね、あの預金残高が増えたからですね、まあ、えセブン銀行の方、本業でですね、稼いでいる金額によるキャッシュフローの流れっていうところが、まあ、ここで現れているんですけども、顧客から預金残高が増える、まあ、つまりセブン銀行への入金が増えると、それは本業で、まあ、お金が入ってきているっていうのを意味しますので、まあ、営業活動によるキャッシュフローというところがプラスになります。はい まなので、えー、そしてその中で投資を行ったりだとか、あとは財務活動のキャッシュフロー。えー、セブン銀行の方はあのーまあ、もちろん銀行でもあるんですけども、銀行にあ借り入れとかは全くしてません。はい、社債の発行ないし、配当金の支払いっていうところで、えー、財務のキャッシュフローのマイになっておりまして、まあ、本業の中のお金の方で、えー、投資をしたりだとか、あと株主還元をしたりだとかっていうところを実施しております。まあ、現金のキャッシュストックですかね、こちらはプラスになってます。はい 配当の状況ですけども、こちらもですね11円、11円、11円という形で、まあ、3年連続で11円見込みですで。特にちょっと見ていただきたいポイントとしましては、配当成功ですね。1株あたりの純利益、EPS ですね。1株当たりの純利益のうち、まあ、どれだけ配当金を出しますかという割合を表す指標ですけども、大体あの通年50%というところの配当成功になっています。会社としては、配当成功40%以上。 というところを基本にしているんですけども、まあ、大体今、配当成功50%くらいで、来年がですね実は65.6%という形で結構上がるんですね。この配当成功なんですけども、個人的には70%未満であれば大丈夫かなと思っていまして、ちょっと70%をですね定常的に超えてきますと、結構、配当余力というところが100%以上にいっちゃうと、もう配当金いうの配当余力ですね、1年で稼いだ純利益ですかね、EPS の中で。 EPS 以上の配当金というところを支払うことになりますので配当力が全くないという形になりましてそれが個人的に1 0を超えちゃうとちょっと減配リスクがあるかなというところを懸念していますとで、まあ、一般的に50%以上あるとちょっとそこは黄色信号なんじゃないのって言われてる方がま結構多いのでまあ、ちょっとその65.6%というところでまあ、個人的にはまだ大丈夫な水準なんですけどもまあ、結構来年配当性向が上がってくるよというところは懸念ではあります はい、で通期の予想の方が増収で大きく減益ですね、大きく20%ぐらい減益になっておりまして、これ、減益しているので、えっと、1株当たりの当期純利益ですかね、EPS が下がりまして、ただ配当金はあの水曜金になりますので、配当水効が上がっているというようなストーリーになってます。はい、で、えっと、そうですね、どっちから話そうかな。 まず、セブン銀行の財務が大丈夫ですよという話をしていきたいんですけども、えー、定、ま、性、あ、的な説明とかも書かれてますけども、やっぱりコロナ禍による、えー、個人消費の停滞、外出自粛、生活様式の急変というところで、まあ、ATM の利用件数が減少しましたよというところで、今期ですね、減収減益になってますと。で財務の方なんですけども、えー、これがバランスシートになっておりまして、まあ、特にです、ね、資産の分の方じゃなくて、負債の部というところを見ていきたいと思います。 負債の部なんですけども、負債部の合計というところが、えー、9600億円ですかね、になっておりまして、まあ、預金残高の方が内訳として7800億円ございますので、その多くがですね、まあ、預金の残高になっておりますと。で、その次に多いのが、社債ですね、はい。社債という形で、まあ、あの日本とかも国債を発行していると思うんですけども、会社もですね、まあ、その債券というところを発行することができまして、まあ、3年だとか5年だとかいろいろありますけども、まあ、その社債の方を発行して、投資家からお金を借りて、 そして、その一定の金額が、あの、一定の年数ですかね。例えば5年謝罪であれば5年が来たら、その5年間の間、まあ分配金という形で配当金相当の本物を毎年渡してから、5年後にその謝罪の金額っていうのを、まあ全額投資家へ返済するっていうのが、まあ謝罪になるんですけども、まあ謝罪の発行をしておりまして、今期は別に、ね、今期はですね、特に謝罪の発行はしておりません。まあ理由といたしましては、昨年とこの1050億円、1050、ん 1050億円と1050億円で金額が変わってないので今期は支えの発行はしてませんっていうことち形になりますと、はいまあ、昔の支えの発行っていうところがバランスシートに乗っかってるっていう感じですねで預金の方はですね、まあ、銀行からするとプラス材料になりますので、まあ、最近、まあ、預金残高が多い銀行ほどいいっていうわけではなくなってきていてどっちかっていうとデータの方が重要になってきてますけどね個人情報とかのデータっていうところで をかっていうのが、まあ、銀行の今のトレンドではありますけどもまあセブン銀行さんもですね、まあ、全国各地に ATM を設置しているっていうところの影響がございまして預金残高っていうところからしっかり増えてますとはいで預金残高の利回りがだいたい0.010%くらいになりますのでまあこれに0.0001ぐらいですかねはい0.001ん ?0.0001 ぐらいをかけたものがまあ利子になりましてまあその金額っていうのは まあえっと、この利益剰余金ですかね、会社が持っている利益剰余金の金額に比べると、まあ、小さいので、で負債、あの小さいですので、あんまりあの負債の方はですね、銀行、このセブン銀行の負債の方は、そんなに苦しい状況じゃないですよというのが分かるかと思います。社、ま、債、あの返済額と、まあ、あとは預金のですね、えっと、金利分。 まあ、そしてあと、この残りの部分ですかね、ここら辺の金額というところを支払ったとしても、まあ、利益の上油金の中に収まりますので、そんなに苦しくないのかなというところで、まあ、セブン銀行はですね財務良好かなと私は判断しました。はい、であと、次、配当金、まあ、いつまで続くのという話もしたいんですけども、これもですね、結構難しいところがございまして、まず、セブン銀行、えっと、ビジネスモデルとしましては手数料、 ATM の受け入れ手数料、現金の入手出金に伴う ATM の受け入れ手数料になってるんですけども、これはですね、やっぱり世界的にもキャッシュレス化っていうのが進んでおりまして、コロナ禍でもですね、より進みましたので、このビジネスモデルっていうのは、やっぱり頭打ちになります。はい、なので、新しいビジネスっていうところを創出しなくてはいけません。まあ、これ、どの銀行さんも、他の銀行とかに見えるんですけども、セブン銀行は、本当に新しいビジネスっていうところが必要です。で、実際にセブン銀行もいろいろビジネスは展開しておりまして、 例えば、個人向けのローンだったりだとか、まあ、海外送金サービスだったりだとか、まあ、デビットサービスですね、デビットカード相当の、まあ、預金、あのセブン銀行はカキャッシュレスカードなしで、あのアプリでセブン銀行の口座を作れるんですけども、その口座の範囲内での、まあ、かあの範囲内であればカードとかで、えっと、買い物ができるようというデビットサービスですかね。はい、ということ,ところがございまして、まあ 一応他のビジネスモデルというところも展開はしてるんですけどもやっぱりまだですね、あのー、この ATM の受け入れテストに頼ったビジネスになってますと。まあ、ですの、ね、で、新しいビジネスの創出とところが必要になるんですけども、まあ、実際にですね、中期経営計画表を、えー、見ました。はい。これ、セブン銀行の中期経営計画表、2021年から2025年までなんですけども、まあ、セブン銀行自体も、やっぱり新しいビジネスって必要だよねっていうのは考えられているみたいで、まあ、2020年までは ATM を中心とした第一の成長っていうところになってますと。で、これでパンデミックが起きて、まあ、売上収益が落ちちゃいましたと。で、今後はですね、まあ、第二の成長のぐ 大化期間という形で2026年以降にですね新しい第二の成長の加速っていうところを見越して、まあ、ATM 以外のですね、まあ、既存のビジネスモデルじゃない新しいビジネスモデルっていうところを創出しましてそこでまた新しく成長しますよっていう期間を一応5年設けてますはい、まあ、ですのでこの5年間は、まあ、今のビジネスで、まあ、今のビジネスっていうところも、まあ、こうキープしながらですね えっと、新しいビジネスというところを考えるというところでも非常に大変な時期ではあるんですけども、じゃあこの期間の配当金の支払いってどうなろうというところになるんですけども、個人的にはこの5年間はまだ大丈夫かなと思ってます。で、理由としましては2つございまして、まず1つですね、えっと、来期大きく、えっと、 これですね通気予想を見ていただきたいんですけども、売上収益というところはそこまで変わってなくて、来期経常利益というところは大きく下がってるんですけども、これがですね、あの2年後も3年後もずっと経常利益が20%ずつ減益していくっていうのは考えにくいです。おそらく来年だけ、まあ、ちょっとなんか先行投資とかをしまして、経常利益というところは落ちるんじゃないかなと思っていまして、まあ、過去のです、ね、経営手法とかも見ましても、まあ、売上収益 にに対してて、まあ、EPS が、まあ、若干横ばいにはなってるのでちょっと売上収益は横ばいだと EPS は下がっちゃうというところはあるんですけども 20%20%、まあ、20という形で毎年落ちるわけではないと思ってます。まあ、なので、えー、まだ配当成功というところが、まあ、60来年は65%ですけども、まあ、次の年とか70%さらにその次の年80%くらいになるかもしれませんが100%はです、ね、この5年で超えないだろうというのがございます。でもう1個の根拠といたしましてでも配当成功100% 未満だとしても減配するリスクはあるんじゃない,ないのっていうところがあると思ってましてここはですね一応2019年の3月に減損を出しましてここの配当成功っていうのが11.111、e、11. 円に対して配当金が11円なので結構99.9%ぐらい配当成功来てるんですねまあにもかかわらず配当金を減配しなかったので、まあ、セブン銀行としましてはまあ100%下回あの上回らなければ配当成功が、まあ、配当金っていうところは一定金額以上出すのかなー っていうのが私の予想ですで実際にですね、これ中期経営,経営計画表の一番下に行きますと株主還元というところがございまして、まあ、配当の基本方針としましては、まあ、実額にも配慮しつつ配当成功40%以上維持って書いてありますのでまあ99%あ配当成功を超えた時はありますけれども基本的に実額まあ11円だったら11円ですかねっていうところも意識するっていう形なのであまり減配っていうところは っていうのを読んでままましててて、まあ、セブン銀行のの方も、まあ、まだ大丈夫かななところになってますっすいうのが根拠になります。という形で、まあ、ちょっと長くはなってしまったんですけども、えっ、ー、と、セブン銀行ですね、まあ、非常に株価も安くて、そしてかつ利り回りも高いっていうところで、えっ、ー、と、まあ、あの、高配当な銘柄になりますので、まあ、非常に、あのー、気になる方多いと思います。で、私としましては、 ATM のビジネス的にはやっぱりキャッシュレス化非常に進んでるので、まあ、絶対に、あのー、衰えてきます。はいまあ、成長はどん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 衰えてくるというところがございますので、まあ、配当金の方はまあ直近少なくとも3年、長くて5年ぐらいはま、まだ11円の配当金は出るのかなというところは見てます。まあ、ただですね、まあ、第2の成長をするとは言ってるんですけども、これがですね、あの新しい素性、まあ、に有用なビジネスモデルの創出とかはできない場合は、まあ 成長せずにここの売上収益ってところも落ちちゃいますので、まあ、落ちちゃうともう EPS の方もですね下がっちゃうので、まあ、配当金今の配当金とか維持できないのかなっていうふうに考えておりまして、まあ、そこですね、まあ、配当成功を具体的に70%超えてきて、まあ、2025年になってもこの配当成功 70%100%、まあ、かも超えた場合もそうですけどもっていうところが、まあ、改善されなければ EPS が成長しなければ ま、ちょっとセブン銀行の配当金の減配リスクも大きいのかなと思いました。うん、どうですかね？ちょっと難しいですけど、ね、セブン銀行まあ、ただですね。まあ、配当金があるからたくさん買えばいいっていうわけではなくて、株価では下がっちゃいますので、まあ、株価が下がって配当金がもらえたとしても、それで長消しになる恐れもあるので、まあ、具体的な買いのタイミングとかっていうところはまあ、ちょっと判断が必要なのかなとは思うんですけども。 まあそこも加味していただいた上で高配当なセブン銀行。まあリスクも今説明したとおりありますので、あの、まあちょっとどうなのかなというところで気になったあの、気になる方多いのかなと思って喋ってみました。そんな感じですかね。私は、まあセブン銀行、そうですね、あんまりたくさん、例えば1000株とか、まあ23万円分ぐらいとかは、 うーん4.7%なんで、まあ、保有もありなのかなとは思うんですけども、なんせチャート上あの下落トレンドになっちゃうので、まあ、ちょっと株価が下落しちゃうとその分含み損を抱えちゃって、しかも将来の成長性ってところが今,今申し上げた通り非常に微妙なところがあるので、まあ、ちょっと私は保有はしにくいのかなってところはあるんですけども、 まあでも安定した配当金というところと、まあ、銀行機の中でも非常に財務健全な銘柄で、まあ、全国各地に ATM 設置しておりますので、まあ、そこら辺で安定したビジネスというところは展開できているのかなというところで、まあ、配当金自体はですね、まあ、数年は続くのかなと思っています、はい、難しいですねちょっと保有するかどうかはちょっと皆さんのご意見もぜひお聞かせくださいという形で本日は以上となりますありがとうございました